どうも、こんにちは。けけんチャンネルです。今回もね、前回に引き続いて iPad mini の動画撮っていきたいと思います。でね、移行しようとしたんですけど、子供に かわいそうなことしてた。手遅れでしたね。ずっとね、何年も子供がね、こっち旧型の iPad mini 使いながらね、これでほとんどゲームしてたんですよね。その時にですね、容量がない、容量がないって。で、それで僕と、うちの奥さんは、我慢しなさいと。で、なんか一つ、ゲームするときは、何か消して、それで、ゲーム入れて、やりなさい、みたいな感じでね。そんなこと言ってたらね、で、そしたらですね、僕、移行しようとしてみたら、今もうね、パズドラとドモンドロップしかなくて、なんて言うんだろう、iPad mini ってもう、結構古い機種、確か、もう5、6年、6年ぐらい前の機種かな、なもんで、まあ、サクサク度がだいぶないというか、もう、まあ、もっさりしてるんで、でも、もっさりしてる中で、子供なりにどうすればいいか考えて、多分ね、いろいろなデータ消したら、なんとか使えるっていうんで、それでやってたみたいでね、もう、パズドラとドモンドロップしかなくて、で、それを移行しようとしたら、なんとパズドラはですね、ね、この iOS、この iPad mini のメーカーのサポートがもう終わってまして、iOS が9.0ぐらいまでしか上げられなくて、パズドラの移行がね、10. 何と、0以降だったかな ?10.4 だったかな何以降じゃないと移行できないってことで、パズドラを開くことすらできなかったです。ということで、更新もできないわ、データ移行もできないわっていうんで、パズドラはもうこれで終わり。そして、オトモンドロップはいつの間にかね、サポートなくなっちゃってたんですね、これね。ということで、これはですね、もう、まあ、完全に奥さんのクックパッド用、もしくは、まあ、ただ YouTube 見るよう、まあ、もしくは、子供がね、なんで残してくれっていう、たのかは小さい時からこういろんな自分の好きなシールとかを貼ってこうボロボロなんですけどボロボロになるまでね愛用してたもんだからこれ僕のだすごい強い思い入れがあるから捨てないでくれ売らないでくれって言ってるんですけどまあ本当ねそういうぐらいの意味合いしかないですね。まあでも正直言うともうほとんどうちでは、まあ、これがあると、てか多分使わないと思います。なんでまあこれは後ほどまた、何か考えたいと思います。じゃあさて今回は iPad mini 4の方を、まあ、パワーアップというか普通に使っていくにあたってこのままだとね裸のままだと一番軽くてね、薄くて気持ちいいんですけどなんだろうやっぱ傷ついたりとかするのが嫌だったり、まあ、やっぱりこのスリープこれって便利なんだよねこれやっぱなんだかんだってねこうこれがこうスリープこれ今消えてるけどこう声ついたねで、これ今消えた。こう今消えてる。これついた。要はね、こう、やっぱ、普段はこういう持ち歩き方。で、あとは、こうスリープっていうのと、iPad mini でも同じですけど、まあ、いわゆる俗に言う、風呂蓋くんってやつ。こういう風にしてね。こういう風にして、こういう風に立てかけてね、使うっていうスタイル。もう一つ、このスタイルが、好きなもんだから、やっぱり全く同じで2017年の iPad、普通の iPad も、やっぱ風呂蓋スタイル、よいしょ。こうね。こうね。こういう感じで、やっぱりこう同じやっぱこういうふうに風呂蓋スタイル。で、こうね、これやっぱいいですよね。ということで、今回もね、ほんと同じの買いました。それと、あと液晶保護ガラスか。そっちの2つの方を、今回は装着していきたいと思います。じゃあということで、まずは液晶保護ガラスの方行きましょうかね。今回買ったのは、グラススクリーンプロテクターって書いてありますね。どこのメーカーのかは、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、どこのメーカーのやつかは忘れちゃったんで、これAmazon のリンク、Amazon で買いましたんで、Amazon のリンク貼っておきますね。スクラッチ傷に強い、防指紋、高度 QH ってやつね。まあ、いろいろ書いてありますけど、これいきたいと思います。はい、じゃあ開けていきます。はい、開けますと、シンプルにガラスが入っております。で、これ前、あれだな、前、あれ、これ iPhone の時に貼ったやつと同じの入ってるわ。この1とか2とか、このワイパーってやつ。2個入ってますね。それと、貼り方指南のね、説明書入ってます。
まあ、これ正直僕はほとんど読まないで、一発勝負で貼ります。あとはダストアブソルーバーって書いてあるんですけど、まあ、シールですね。これでまあゴミ取りか。あとガイドスティッカーっていう風にも書いてあるんですけど、こっちね、こっちの方ガイドスティッカーって書いてあるけど、多分前もそうだったな、 iPhone の3枚、あ、これ、まあ、開けましたけど、 iPhone3 枚貼り替えた時もね、確かそんな感じでしたけど、ただしね、僕その時にガイドの、プラスチックのカバーみたいなのつけてみたらなおさらやりにくかったんでね、やめました。じゃあ一発勝負で一発勝負でいきますね。まずはウェットで拭いてからドライでもう一度拭く感じですね。はい、じゃあウェットで拭きます。ウェットって全然ウェットじゃないような気もするんだけど、まあまあでもいいか、乾いてるような気がするんだけど、まあとりあえず、おすごい、これ綺麗になりますね。これもう、これドライいらないんじゃない、これこのままでいいわ、ツルツルだもんこれ。はい、じゃあこのままでいきますね。ではちょっと仮止めしてみます。こういう向きだな、あの裏のその、接着面 あのフィルムが分かれてないタイプで、一発勝負のタイプですね。これ結構こう慎重にいかないとですね、まあ、一応このホームボタンとこの丸いところのカメラの穴を合わせる感じで、一気にやっていきたいと思います。はい、じゃあ僕も液晶保護フィルム貼りの、フィルム貼りの神になれるかどうかやっていきます。これね、ここ穴開いてないタイプでしたけど大丈夫か、結局ここも覆うってことだね。はい、では参る。はい、もう剥がしていきます。剥がしていきまして、真ん中に合わせつつ、相当悪戦苦闘するな、ここで勝負しよう。はい、よし、ここで勝負しました。はい、あとは今ブーンってこうすごくね、空気何もしなくてもこう吸着していく感じなんですけど、あとはこれで中の気泡を出していきます。出していきますっていうか、出ないんですけどん、これは自然に出ないタイプか、あ、出る、自然に出ないけど押していくと出るタイプだな。うん、あららら、ここ残ったわ、いかんいかん、これはいかん、緊急事態です、緊急事態緊急事態、登っちゃった、これはいかんの、もう一回戻そう、多分ここにゴミが入ってた、せっかくうまくいったのに。はい、なんと失敗、なんと失敗、ゴミが入ってます。再度挑戦、おろ、今度はうまくいったっぽいぞ、お、すごい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 、うわ、今度はね、多分これ完璧にいったんじゃないかな。あのですね、さっきちょっとホコリ入ってたんですけど、それを完璧に取り除いたら、今度ですね、置いただけで内側から吸着してって、その空気の泡が全部こう外にブーンってこう外に広がって、最後何もなくなりました。これすごいね。あ、このガラス、このフィルム、ちょっと一発勝負系だけど、うわ、これすごい綺麗に貼れた、初めてだわ、こんな綺麗に貼れたの、バッチリ。はい、ということで、とりあえずガラスは貼れました。うん、これつけると、うん、万全ですね。あと強いて言うと、その今までここの
インカメラのところにガラスがこう入ってるのって今まであったかな、どうかな、いつも切り欠きしてあったような気がしたんですけど、それがないのが気になりますけど、まあまあよしとしましょう。はい、ということでこのガラス、うん、以上おすすめですね、これね、うん、バッチリ、大きさもバッチリ、 iPad mini 4用です。はい、で、こっちはさすがに、ここはねタッチ ID のところに、あ、タッチパネルのここのね、指紋のところはしっかり切り欠きしてありますんで、お、綺麗綺麗、相当綺麗です。はい、あとはもう一つは、はい、これ読みにくいけどドットって感じですね。はい、の iPad mini 4用の、フロブタ君、通称フロブタ君を買いました。これもあの動画のリンク貼っておきますんで、はい、中身はこうです。あ、これこれ、こういう風にね、これ開くとカスタマーサービスのカードが、入ってありました。うん、メーカー保証カードが入ってありましたね。これはいいですね。はい、それでですね、今回のはあの以前のと違うんですよ。以前のと違うっていうのは何かというと、こう開いた時のこの裏側の素材が今まではあのプラスチックだったんですよね。プラスチックで、そのプラスチックだったのを TPU 素材っていうんですか、柔らかい素材の方にしてみました。で、その分ですね、裏の方がこう半透明じゃなくて、まあ、こういう風な感じで、まあ、例えばこの iPad とかの後ろのこのリンゴマークあるじゃないですか、これがね、他のだとこれ透けて見えてかっこいいんですけど、今回のは透けないんですけど、そういうタイプもいいかなと思って、買ってみました。では装着してみます。こっち側の方からね、フロブタのこっち方から取り付けました。お、やっぱゴム、半分ゴムみたいな感じでね、滑らないですね。しかも柔らかい。はい、バチーンとこう。確かこれがね、この角が強いらしいんだっけな、というふうに書いてあったような気がする。衝撃に強いって書いてあったかな。はい。はい。ただこれだ。OK です。はい。そして、はい。あ、バッチリですね。やっぱこれですよね。キーボードとかね、そういうのつけるのもいいんですけど、やっぱタブレットは、こう、軽快に身軽に持ってね、使いたいので、こう、フロブタだけでね、文字入力するときはソフトウェアキーボードで、普段はこういうふうに閲覧するっていう感じがいいかなと思います。おー、なるほど。やっぱり iPad と、初代 iPad と比べると、サクサクですね、これ。そして、これと比べると、やっぱね、大きさ違うけどね。色合い違ったわ。でもまあいいか。うん。いいですね、これね。うん。いい感じです。それと、多分最初ね、最初こっちの方もね、この、これか。これもね、こういうぐらいの色だったような気するけど、まあまあこんなんだったのかな。うん。まあこれで、まあちょっと色合い違いますけど、まあ大体水色のような感じの3種類。揃いました。はい、よし、じゃあちょっと長くなりましたね。ということでこれから iPad mini を、活用していきたいと思いますんで、まあこの活用方法ですか、これもまた、動画にしていきますんで、そちらの方でもよろしくお願いしますね。 iMovie かな、活用方法って。まあカメラとかね、いろいろありますけども、うん、僕がおすすめするのはやっぱりこの iPad mini を軽快に iMovie を使って、動画編集、そしてアップロードする、うん、これ動画編集マシンとして使うっていう、まだまだもう現役で使えますんでね、うん、多少最新機種に iPad Pro に比べればもっさりしてるかもしれないけど、まあこれ単体で見れば全然まだまだいけますんでね、うん、今後これも活用してそれをシェアしていきたいと思いますんで、気になる方はあのよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで、今回は以上です。ではまた次の動画で。